ってるのか。はいはい。あちゃ。あちゃ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 。あちゃ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 。じゃあまず稲田をぶっ刺しますか。ごめんね。開いてる。お腹開いてるから。開いてるっすね。いけ。ここにいた。ここにいる。よし。あ、これ完璧っす。完璧ですね。塩ください。結構たっぷりでもいいと思うんですけどね。はい。OK。はい、じゃあ背びれからいきます。パーッとかけちゃいました。よいしょ。あ、バッテンやんの忘れた。まあいいか。今から行きますか。いいっすね。うわ、美味しそう。あ、もう焼けてる、ちょっと。そうっすね。いいっすね。はい。あ、いいっすね。こっちの絵の方がいいかもしれないですね。うわあ、タチウオ、じゃじゃん、でかい、でかい、ヒレの方に、光が、なじますね、あれ、置いちゃってた、あ、ここ置いちゃいます、入らない、入らない、もうちょっと曲げちゃおうか、もうちょっと曲げちゃおうか。てか二段式にするか。で、あ、でも、あ、全然 OK です、全然 OK です。これいいっすね。やばいやばい。やばいよこれ。いいね。いいね。やばいやばい。てか一旦仰ぎます。そうっすね。はい、じゃあ頭は、はい。頭カニの餌です。はい。1枚にしすればいいな。これ入れちゃいます。
やばい、オスの匂いがしてきた。塩バターでいきます。塩バターでいきます。塩バター、醤油バターと塩バターですね。これをちょっとみりんを忘れてしまったんで、どのくらいプチュッと、おお、もうちょっと OK です。えのきだけバター、ちょっとえのきが余っちゃったんで、えのきだけバターをいきたいと思います。どうする？20でいきますか。その方が保温っていうか、ね、電熱性が均等にいくんで。えのき多い。バターいっちゃいます。久々のいい絵撮れてるな。なんかマヨネーズかと思った。いいね。これで醤油もいきます、ね、あ、そうだ。醤油もこりゃいいわ。ストップって言ってくださいね。え、あ、はい、ストップ。これ絶対うまいと思う。これうまい。あ、いいんじゃないですか、そういう感じで。あ、目が3分間行ってこい。あ、いいわ。あっちいいわ、これ。いい感じ、いい感じ。せーの。全然あと、いや、まあ、ホイル焼きがね、何個か残ってる感じなんですけども、タチウオのホイル焼きと、タチウオの醤油バター、タチウオの醤油バターですね。醤油バターと塩バターとえのきと、エリンジやしめじが入ってて、あとはしめじ、余ったエリンギ、まいたけ、まいたけ、まいたけ、まあ、あの、開けてのお楽しみ。わからない。いただきます。稲田から、稲田この辺からね。うわ、やば、ちゃんと中まで火通ってますね。うわ、おっそり取れた。うわ、いただきます。おいしいっすね。おいしいです、おいしいです。こっち行っちゃいます。骨があるんでね、気をつけた方がいいですね。いただきます。やば、これ最高だわ。あ、すいません。はい、いただきます。よし。あー、かー。やば、幸せだ、これ幸せだ、これ幸せ。あと、こっちのタチウオ、ね、幸せですわ。じゃあ皆さんも
あ、いいとこ取れましたね。どっから食べる。はい、じゃあスーさん、稲田、行っちゃいます。じゃあ俺自分で釣ったタチウオ。あの骨気をつけてくださいね、それ。うん、あ、本当だ、柔らか、うま、最高っすよね。これはうまい。じゃあタチウオ、いただきます。はいっす。柔らかすぎ大丈夫ですか、その骨、大丈夫ですか。オッケー。あ、あのキノコも一緒にくるんで美味しいから。小指がけ初めて。いただきます。美味しいよ、蒸されてて、うん、やべえ、やばいでしょこれはそれがほん、じゃあスーさん骨焼きいっちゃってください。マジやべえって出ますねこれ。あ、そうだ、エナジードリンク身を取ってキノコで絡めて食べるっていう。マジやべえマジやべえと、本当にマジやばいぞ。キノコと一緒に椎茸苦手だけど、いただきます。マジや最強っすよねそれ。タチウオの勝ちだこれは最強なんだそれ。いただきます。いいっす。欲張っちゃおう。まだそれ半身残ってるから、半身バター醤油でホイル焼きにしちゃいますそれ。いいっすよね。それもそれで。いただきます。いいっす。おん。あ、この味大好き。ちょっとタチウオのこれはびっくりした本当に。それは本当にうまい。これはうまい。タチウオのホイル焼きはうまい。さあと。ホイル焼きはまだ犯罪的に美味しいですね。これでも完璧蒸し焼きにしますよ。はい、くるんで、もう一周くるますね。これ完璧蒸しですね。あ、やべ、ぐるっと出てきた。よし、よし。あ、他の方が OK そうだな。稲田のホイル焼き。あ、あっちや。絶対美味しいはず。これは。それさっきの串刺しのタチ。じゃあ入れちゃいます。開いてる。絶対美味しいはず。絶対。うわあ。やばいんじゃないですか、ここ。いただきまーす。味が染みてますよね。うまいこれは。マジでどこ食べようかな。うまい。バターすごいわ。バターの力すごいですね。醤油バターの力。いただきまーす。うまい。いやー今日は満足です。まだまだあるんですよね食材が。はい、てなわけで今日は、釣った魚をホイル焼きと串焼きで食うでした。最高です。今飲みながら食ってるんですけどもね、ぜひ皆さんも三浦半島に遊びに来てはいかがでしょうか。最高ですよ。僕は毎日ここにいます。毎日この辺にいます。ちょっと路列回ってませんよ、先入って。それではまた。